こんにちは、セレクト鈴木です。今日は車じゃないんですけど、この原付のズーマーっていうバイクのオイル交換をしてみたいと思います。どうぞ。そしたら、オイル抜くとこなんですけど、ここですね。わかるかな。エンジンの下にドレンボルトって言ってこういうのがあるんですよ。うん、これどのバイクでもあるんで、こういうの見つけてください。でオイルを受けるのに何か引いて、ここから抜いていきます。ではこれで多分17かな。あ、そうですね。サイズが17っていうサイズですね。まあこれはバイクによって違うと思うんで合わせてみてください。でこういうあのユニバーサルジョイントっていうのを使ってやったら、こうここで戻すことができますね。うん、まあ長いのもあるんですけど、まあ、ここまでいらないですね。これでセットして、で左回しです。左回し、時計と反対ですね。おお、硬い。うん、これでほどけましたね。あとはもう手 で最後ドバッとくるんで、ちょっと用意しときながら、くる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 、おお、黒い、真っ黒ですね。でこれがあのワッシャーがあるんで、これをガスケットですね、これを落とさないようにしてください。これ傾けた方がいいっていうのはあるんですかね。だいたい一番下にオイル結局集まるんで、まあ、ここは一番下ですよね、これから見るとね。なんで、まあ、そんなに傾けてもあんまり出てこないと思いますね。うん、そしたら、まあ、ほとんどもう出なくなったんで、これぐらいで締めていきます。まあ、あのこの辺に汚れがついてないかだけ確認しておいたら大丈夫ですね。で用意がある人はガスケットも新品にしたりすると、まあ、いいと思います。今回こうあのガスケットなかったんで再使用するんですけど、まあ、あのオイルが漏れなかったら大丈夫なんで。これ1枚何本ぐらいするものなんですか。もう数百円ですね。結構、いや数百円なんですか。うん、何十円かもしれないですけどね。オートバックスか売ったのかな。あ、売ってますね、おそらく。あの車とちょっと径が違うんで、バイク細かったんですよ。車用のちょっと合うかなと思ったらなかったんでね。うん、このまま行きます、はい。そしたらもう抜けたらあと入れるだけなんで、反対側行ってオイル入れていきます。このバイクはここですね。これがオイルのゲージです。ゲージ兼オイルを入れるとこですね。はい、こんな感じですね。こういうウエスを持ってきて、これ拭いてください。で一応オーナーさんによると 0.6 ぐらい入るそうなんで、まあ、一応様子見ながらちょっとずつ入れていきたいと思います。でこれが直接だとこれ入らないんで、こういう錠合を使って入れていきます。これぐらいでいいかな。うん、このぐらいの角度だといけますね、おそらく。よいしょ。こぼれそうだ。あー、ちょっとこぼれたかな。大丈夫か。ちょっとずつ入れないと溢れますね。
これで4割ぐらい、0.4 ぐらいやと思うんで、とりあえずゲージ入れてみます。あー、ちょっとついてますね。これぐらい、ここですね、先っちょだけなんで、まあもうちょっといきましょうか。はい、あー今これぐらいかな、半分ぐらいですね。はい、ここついてないんでまだいけますね。これ一番上までいった方がいいんですか。まあ一番上がマックスなんで、まあ、これでも全然大丈夫なんですけど、うん、まあ車も一緒ですね、この範囲にあればいいんですけど、うん、まあみんな多めに入れますよね大体。なるほど、うん、これぐらいでいいと思います。もうちょっと入れますか。ちょっと入れときましょうか。これで感覚的にもう 0.6 ぐらいいってますね、うんうん、これぐらいでいいと思います。よいしょ。あ、ほぼ行きましたね、ここなんで、うん、はい、でこれで蓋を閉めて、まあ、オイル垂れたところを拭いといてください。はい、これで OK です。ご視聴ありがとうございました。これからもね、こんなバイクの動画なんかもたまにやっていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。あと良かったと思ったらグッド評価とかチャンネル登録をよろしくお願いします。